Welcome to Kyoto. Welcome to 夢八幡 TV. 本日は金札宮に参っております。雨の不登山を祀る神社ですので、ちょっと来てみました。平安京ができる前にからある神社のようです。後ろの室江別さん、洋局にもできて、はい、ありがとうございます。宮司さん、ここは隠蔽の関係あるんですか？あ、そうでしょ。隠蔽やんね。はい、今日、もともこれ最初ちゃいますの、平安京できる前。ああ、そうですね。755年が出たらね、それより早いね、ちょっとね。雨の太玉、言ったら、はい、手の置き。どうも、ありがとうございます。すいません。何かありました、まだ出ますからね。あの、はい、なんか、はい、ありがとうございます。阿波隠蔽が雨の日和しなみ、雨の日和しのみこと、これ人玉の投影や言うとるけどやね、はい、こっちがほんまもやわね。平安京の最初でしょ、できる前でしょ、できる前でね、神折りしてその日もっと前でしょ。ありがとうございます。やっぱり嬉しいです。今日は雨の太玉の見方について考えてみたと思っております。この割れもご神木ですね。麒麟の神社でしたが、やはり優勝が不可を知らず、ありがとうございます。どうも。やっぱり信号に信号持ってる。本日はこれにて散策終了いたします。どうもありがとうございました。